今日は焼き込みのオレンジのタルトを作っていきます。まずはタルト生地です。今日はフープロで作っていきますが、基本のタルト生地では手仕込みで作っていますので、そちらを見てみてください。フープロに薄力粉、粉糖、アーモンドプードル、振るわずにすべて加えて粉類だけ先に回して混ぜていきます。そしてそこに角切りにして冷蔵庫でよく冷やしたバターですね、これを加えて全体がしっとり少し黄色っぽくなるまで回していきます。そしてそこに全卵を加えて全体が大きなそぼろ状になるまで、まとまりきる手前ぐらいでストップしておきます。台の上に開けて、粉が完全に混ざりきってないところがありますので、それを練りながらまとめていきます。室温が高いとすぐに生地が柔らかくなってしまいますので、手が温かい方は要注意です。ちょっとベトッとしてきてしまったので、カードなどをうまく使ってください。手のひらであらかじめ丸く広げておくと伸ばしやすくなります。上にラップをかけてタルトの形に丸く伸ばしていきます。伸ばす大きさの目安はタルトの型よりも2センチ大きいぐらいですね。これぐらいにしておきます。そしてこのまま冷蔵庫で1時間以上しっかりと冷やしていきます。休ませた生地を型に敷き込んでいきます。まずはシルパッドを剥がして、そしてタルト型の真上に乗せていきます。ラップをつけたまま乗せると生地が割れにくくなります。そしてまずはタルトの中に内側に生地を大きくシワを寄せながら全て入れ込んでしまいます。そしてタルトの底の角と側面にしっかりと敷き込んでいきます。最後上に飛び出している生地を外側に開いて綿棒でカットしていきます。このまま一度冷凍庫で冷やしておきます。冷凍庫で冷やしている間にオーブンを170度に予熱していきます。ちょうどオーブンの予熱が終わったぐらいで生地もしっかり冷えていますので、そこでフォークで生地にピケをしていきます。オーブンペーパーなどで作った型紙を敷いて、そこにタルトストーンを乗せていきます。この状態で170度でまずは20分焼いていきます。20分焼くと縁の方に少し色が入ってきます。そこでタルトストーンを外して紙も取っていきます。そこはまだ真っ白ですね。このままさらに7分ぐらいですね、型の大きさによってはもう少ししっかり焼いて、この底面に少し焼き色がつくぐらいで出します。そしてそのまま粗熱を取っていきます。タルトを冷ましている間にオレンジのクレームダマンドを作っていきます。まずはバターをゴムベラで滑らかな状態にします。今日はホイップしますので少し柔らかめのバターがいいですね。そこにふるった粉糖を一度に加えて合わせていきます。ホイッパーでやると粉糖が飛んでしまうので、最初はゴムベラで合わせるとやりやすいです。ここまで混ざったらホイッパーに変えて、空気を含ませていきます。白っぽくふわっと軽くなるまでですね。そうすることで、この後加える卵が入りやすくなります。
バターが硬い方は少し温めると空気が入りやすいです。はい、これぐらいです。そこに卵を加えていきます。この卵は必ず室温に戻したもの、冷蔵庫から出したてではないものを加えてください。まずは半量加えて中心から少しずつ合わせていきます。でここでは空気を含ませるようなことはせずに卵を混ぜ合わせるといった感じです。次にアーモンドプードルと薄力粉、これをよく混ぜ合わせます。薄力粉は特に振るわなくても大丈夫です。そしてその半量をベースに入れて混ぜ合わせます。すぐに馴染んでくると思います。そしたら卵と粉まだ半分残っていますので同じように交互に加えていきます。まずは卵を加えて中心から少しずつですね、激しく混ぜすぎないというのがポイントです。そして最後に残りの粉をすべて加えていきます。こうすることでクレームダマンドの卵の分離を防ぐことができます。そして全体に粉気がなくなったらいつまでも混ぜているのではなく混ざりきったらもうストップで大丈夫です。ここでホイッパーからゴムベラに持ち替えて生地を中心にまずは集めます。そしてそこにオレンジの皮1個分ですね、オレンジはよく洗って水分を取ったもの、それの表面をすりおろしていきます。今日は結構たっぷり加えます。食べるときに口の中にものすごくオレンジの香りが広がるのでたっぷり加えることをおすすめします。そして最後ゴムベラで全体を混ぜ合わせます。ホイッパーでやるとホイッパーにオレンジの皮が絡んでしまうので最後はゴムベラでやってください。そしてタルトが冷めたらクレームダマンドを流していきます。タルト台が温かいうちにクレームダマンドを流してしまうとダマンド溶けてしまいますので必ず熱が取れてからですね、ゴムベラで広げていきます。ここでオーブンを170度に予熱していきます。予熱している間に飾りで使うオレンジをカルチェしていきます。カルチェはオレンジを一房ずつ切り分けることですね。外皮は危ないので台の上に置いてカットすると安全です。慣れている方はね、手で持ってカットすると早いです。そして房に沿ってナイフを入れていきます。オレンジは水分が少し多いので周りににじんだ水分はキッチンペーパーの上で取り除いていきます。オレンジは1個でもいいんですが2個あるとたっぷりのせることができます。オレンジをクレームダマンドの上に並べていきます。並べるときに少し押し付けるような感じで軽く埋める感じですね。で一周乗せていきます。そして火通りを良くするために中心にはあえて乗せないようにします。カットもしやすくなります。そしてこの状態で170度でまず30分、その後に160度に落としてそのまま15分焼いてください。焼き上がったらそのまま冷ましていきます。オーブンの温度は170度終わったらそのまま160度に変えて焼いてしまって大丈夫です。タルトが冷めたら型から外して表面にナパージュ、アプリコットのジャムを塗っていきます。ツヤ出しですね。
そして最後、刻みピスタチオを周りと中心にかけていきます。そのままカットして食べてもいいですし、冷蔵庫で少し冷やして食べても美味しいです。ぜひやってみてください。レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って